ヘンゲローは、オランダ東部のオーファーアイセル州にある、基礎自治体、町、A1、E30、A35 などの幹線道路に面するほか、鉄道駅には、アムステルダム・ハノーファー・ベルリンをつなぐ、国際列車が停車するため交通の便は良い。自治体内には、ベックム、ウーレ、ヘンゲローの3つの地域がある。 付近の様子考古学調査からこの地域には1000年も前から人が住んでいたことが分かっているが、自治体が設立されたのは1802年のことである。その当時は200軒の農家が暮らしていた。ヘンゲローは長い間小さな村だったため都市圏が与えられることはなかったが、19世紀の産業革命により、鉄道のターミナル駅が建設されたことから急速に発展した。そのため、 ストーク BV、ヘイスメアー、ヒーモフ、ホロンズサイナルアッパラテンなどの工業メーカーに注目された。ビールのヘンゲロー・オビアーはこの地で生まれた。第二次世界大戦中には軍需工場と鉄道があったことからよく同盟国側から空襲を受けた。とりわけ1944年10月6日から7日にかけてのヘンゲロー空襲では本来は対象区域でなかった。 中心街にも爆撃を加え、数百人の死者が出た。これによって、市中心部にあった多くの文化財が灰になった。1992年2月11日には、ドイツ軍の F-16 戦闘機が市内のハッセル S 地区に墜落した。市内の建造物としては、マーストリヒトのランベルトゥスを称え1890年に建てられたカトリックのバシリカが知られる。ヘンゲローには、 モンテソーリ大学、東園テ工、バターフスリセウム、トーイッケル大学、ヒルデ大学、フルンデルリセウム、フルンデルパークカレッジの6校の高等教育機関をはじめとする269の学校がある。ヘンゲロー駅この地域には鉄道でも容易にアクセスできる。街の鉄道駅からはアペルドールン、アメルスフォールト、ヒルフェルスム、アムステルダム南、 アムステルダムスキポール空港、ユトレヒト、ゴーダ、ロッテルダム、ハーグ、ズボレ、ジュトフェン、アルメロ、デーフェンテル、エンスヘデ、オルデンザールなどの駅に向かう。例えばアムステルダムに行くなら、スキポール方面に向かう列車に乗り、ヒルフェルスムで乗り換えればよい。また、前述の国際列車の他ポーランドのシチェチンに向かう、列車も1日1便停車する。 市内の公共交通機関はバスしかないが、主に高速バス向けのバス専用道がある。東円手地方からエーセル側に注ぐ交通量の多い東円手運河が通るため、比較的大きな港もある。カナダのロックバンド、ザトラジカリーヒップは、市内のメトロプールというホールでコンサートを開いたことに、ちなみに、エイティーザ・ハンドレス・スメリディアンという曲の中で、 ケンゲロウを忘れるなという歌詞を載せている。ありがとうございます。